悪、無理や今。こんにちは。ちょっと若干見えちゃった。あげたい。知ってるよ。だから叫んでんさっき。ね、あげられへん。どうしよう。あ、よし。待って、どうやってやろう。あげて、あ、上がった上がった、よし。どこ、これどこ、自分、これ自分ここか。もうちょっと上か。よし、あ、全然違かった。じゃん、はい、できた。皆さんおはようございます。初っ端から真っ赤やったけど、あ、エモくん100回のやつありがとうございます。そう、今日は何、あのごめんなさい、テロップ入れるためにさ、一旦さ高さ下げたけどさ、上がらんかった。全然テロップ書いてから高さ上げようとしたけど上がらんかったから、ずっと苦戦してた。赤いのさ、指で隠しとったんやけど、片手使われへんかった、上げられへん。あやみが見えへん。うん、おはようございます。なんかこれのため、これさいつも使ってるやつやったらさ、あの何、全部見えへんかったからさ、つまみが劇場に持ってってるやつ使った。こうやったら高さがね、高さが変えれたりするので。レイちゃんおめでとう、ありがとうございます。アメが全然見えてないけど、まあいや。あ、おやじさん100回おめでとう、ありがとうございます。みーさんもスタンプありがとうございます。おはようございます。チェック100日、そう今日はチェック100日ですよ。マスオさん100回おめでとう、ありがとうございます。ふしまるさん100回おめでとう、ありがとうございます。もいちょさん、えっ、あ、これタワーじゃん。ありがとうございます。100回のありがとうございます。すごゴージャス。前回さ、そう60回もこういう何なんか限定ギフトみたいなのがたんですけど、今回もありがとうございます。なんか100の方がキラキンだね。ありがとうございます。ごちそうさん、にゃむさん100回おめでとうございます。おでん屋さんも100回ありがとうございます。なるさん100回ありがとうございます。うわぁ10回になっちゃった。こっちか、これもうすごい落ちるんだよね。ああ、どうしよう。一回になっちゃった。もうギュッて押さえるしかないや。
ょう。ちょっと待って、粘着力ない、やばい、もう先からずっとこんな感じでした。ガムテープとかの方が良かったのかな。ガムテープ持ってきて、詳細っていうか何、いつもメイクする場所、もとみさん100回ありがとうございます。一旦とっといたよさんも100回ありがとうございます。お父さん100回ありがとうございます。マサッチさん100回ありがとうございます。あいつもありがとう、ありがとうございます。佐藤さんか、100回ありがとうございます。あ、おめでとう、ありがとうございます。100回おめでとう、ありがとうございます。ライムミントさん、ありがとうございます。ワルボッサさん100回ありがとうございます。クイちゃんさん100回ありがとうございます。バンチャさん100回ありがとうございます。ファリボタさん100回ありがとうございます。ちょっと一旦次何回やったっけ、分からへん、誰か言ってくれてたんやけどな、なんか横のさ黒いさ箱のさ、なんか猫のあれ入れてる近くにあると思う。そんな粘着力変わらん。ありがとう。ああ、くっつく、自分にくっつく。だけどすごい。あー、こう突き出ない方が取れた。やばいよ今日。本当にゼロがさあれなんですよね、めっちゃ落ちるの。位置はね、今まで一回もしたことないんだけど、初橋、あ、これ位置の時や、ゼロに落ちたとこ。もうゼロだけさずっと落ちててさ、もうやばいことになってる。ここだけなんかつけてやってくれるっぽい。やば、この子粘着力強っ。さっき全然くっつかへんかったのに。壁にあるのむずい、むずいよ。しかもさ、あやめの壁的に無理なんよね。普通なんか全然ひっつかへん。あ、行き過ぎた。これさ普通
文字とかさ普通に反転ならずに見えてますよね多分。どうなんや、いつも配信とかなってないよなって感じなんですけど、よしできた。あとくしゃみ出る。よかったよかった。つい200回か。ってことは中になってるってことか。くしゃみでそうやったから鼻水が出た。ここまでの120連続、ね、朝やってるからね。朝も、まあ、早起きしたらどうにかなる。外すときやばい。嘘。でも多分外せるは外せんねんけど、なんかテープ同士がめっちゃくっついた。さっき今にも落ちそうやもう。若干じゃあおはようございます。おはよう、仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってください。いち頑張ってるのよ。え、いちがさ、ほんまにでも形的なんやろね、取れにくくてさ。オッケー、音でどうにか。反転してない、よかった。そう、なんかあやみのさこの画面では反転してるからどうなんやろうと思ってさ。でも昨日さいろんなメンバーさんのショールーム見てたけど、確かに文字反転慣れてないなって思ったけど、ちょっと心配やったからさ。一番反転してる。ダメだ、自分だけ反転してるように見えてるのか。自分の画面見たら反転してるように見えてるから、あ、みんなの方が反転してないか。ええって何、えあれなんか言ったっけ。この時何言ってた。反転してますかぐらいの時やんな。なんか言ってたっけ。やっかい、まだ中1、あと3ヶ月やろ。あ、まだギリ中1か。でもさ、あ、でもさ、うん、3ヶ月、あ、でも始業式の1ヶ月前、違う終業式の1ヶ月前とか。あ、違う3ヶ月、うん、まあでも今実質11月みたいなもんやから、もうこう今日は実質11月みたいなもんやから、3ヶ月後ってことは2月やろな。そうやな、もう1ヶ月前とか。もうすぐ中になるぐらいなりますよぐらい。だから四捨五入したら中二です。はい、中二、はい中二ですね。上がらなくなった、指紋が。やばい、高すぎて見えへん、あやみが。おはよう、毎日走り100回まで、100回で700日目と、ありがとうございます。よいしょ、
あ、これじゃあ海見えへんな。あ、なった全然見てなかった。これ一人でやんの全部無理や。一個やって、三つは無理やって、持たれへん。そもそもちょっと音ちっちゃくしといた方がいいですよ皆さん。一個ずつ、それは面白くない。全部の方がいい。皆さんちょっと耳を押さえてもらって、あ、押さえたかも。ちっちゃくしてもらって音を。まだまだまだ、あー、もう何を君は直前にはい、皆さんちっちゃくしましたか。3つ息できるかな。見えてる、これ見えてる。せーの、いや耳壊れた。痛い。真横はきつかった。だって普通に耳がやばくなった。まあいつかな、うれしょ。よくあることだよね。くさっなんか茶色いんだけどこれ飛び散らないタイプなんで。イエーイ15分経ったからね。今日で今も100日やった。だから10分前まではまだ99日いっちゃったと。やば、待って耳がおもろ。ライブ行った後みたい。100回100日やな、多分100回やったらもっと前やから、1日1回計算から多分100日ですね。はい、ちょっと待って、待ってね。昨日確かヘイヘイの配信あってた。あ、現れたよ。もちろんヘイヘイがね、世代交代の日だったので。世代交代じゃない、ナンバー新しい劇団作戦、なんで落ちる君は。臭いだけど、はい、初めまで1週間。そっか、昨日8やったからやっと1週間だめー、ごめんなさいちょっと叫びすぎた。そう、金曜日、今日金曜日、イエーイ。まだ当日でもないのにさ、こんなさはしゃいでさなんなんやの半分ぐらいセルフセルフ。いや、それやったらね、あのね、入らへんかってん多分。ま、今絶対今あの、ね、これでもギリギリなんですね今。100でかくしたら多分本人いません主役っていうのは何、あの消えますちょっと落ちるのやめてもらっていいですか。よし、最大にしました。
耳壊れてない、大丈夫あのイヤホンの方たちとかも本当に音を1ぐらいにしたくないと多分耳壊れます。数字が道の帰り地さ、そりゃ遠近法というものがありますからね、はいそりゃ私の方が近くなんだから近藤君の方がちっちゃく見ます、当たり前当たり前体操あ今クラッカーのとこや、あゆみの耳が大事故ずっとキーンなってた、意外とフォーカスかクラッカー、な思ったよりさバーンってなってびっくりした、なんか想像してたのと違ったんだけど君たち、ちょっとパーンヒラヒラやと思ったら、あの一つがドーンっていくからすごいことになっちゃった、うん、あれが一番すごい、こっち死亡したよ一瞬だけ、生き返ったけど、うん、それからクラッカーとかもあの 隣じゃないのに近くの人びっくりするよ、もっと耳になった、クラッカーでやめちゃんの声が聞くキャーって言ったからかな、いや見えたっけ、叫んだっけ、このさクラッカーってさクラッカー発射した後のさ中見るのちょっと面白くないですか、どうなってるんやろうって、エクステ長い長い、ラプンツェルほどある、それは嘘やっぱ顔えぐ顔がすごいことになったので一旦無視し、やばいほんまにうん、耳がちょっと邪魔だな君たち、ゲスト出るよね、音より、え待って、聞いてないちょっと待って、聞いてない、あゆちゃん聞いてないよ、どうしよう、え来週聞いてない、マジで聞いてない、それはほんまに聞いてないうん、どうしよう、聞いてないな私あれあれだよ、2回目だよ2回目、この前のさあのアミタンとのさ YNN 高等学校違う中学校か、入学説明会みたいなのもツイッターで知ったからね、学校でも友達にお祝いされそう、えそれはちょっとなんか見られてるって思うと恥ずいから、なんかえあえってなるな、ゼロ反抗期、ゼロめっちゃ反抗、こっちは反抗期、こっちかまってちゃうって名前にしとこう、目に入った、なんか OK なあらぶってる、ゼロがほんまにあらぶってる、やばい
ち見えてないな。こうすればいいか。で、アミがこっち寄ればいいか。オッケー。よし。これで位置もちゃんと見えるね。あ、誕生日のとこやで。東海学園やだな。今のところちょっと落ちそうだった時に押さえてるから、まあギリ大丈夫かな。うちの安全かすごい、ほんま位置がすごい、形の問題なんかな、これどうなんでしょう。そうする、終わらないといかんじゃん。誕生日読んだらショールーム違う、宿所か、タイムだね。なので一旦上に、100周年おめでとう、やばい100周年じゃないよ、100日だよ。はい、あみね、あのそう、誕生日の残りの日にちで思い出したんですけど、残り18日ぐらいかなの時から、あのの自分 の誕生日残り何日とか書いてるんですよ。早く更新しないといけないね。では誕生日見ますね。いきます。13位めいさん、ありがとうございます。12位なつきさん、ありがとうございます。11位まこさん、ありがとうございます。10位だるたさん、ありがとうございます。9位たかまさん、やばい、今あくびとくしゃみが同時に来そうになった。くしゃみはどうにかして耐えた。今回も13位めいさん、ありがとうございます。12位なつきさん、ありがとうございます。11位まこさん、ありがとうございます。10位だるたさん、ありがとうございます。9位たかまささん、ありがとうございます。8位とみーさん、ありがとうございます。7位やまくん、ありがとうございます6位しょうまさん、ありがとうございます。5位おやじさん、ありがとうございます。4位けんちゃん、ありがとうございます。3位やしちさん、ありがとうございます。2位きびだんごさん、ありがとうございます。そして1位はむーちょさんでした、ありがとうございます。ちょっと待って、くっつく、ありがとうございました。はい、チャンネル D 収録11月にやね。あ、ギリ12歳なんや、まだ聞いてない、聞いてない、ほんまに聞いてなかった、あれはそれはほんまに聞いてなかったとか聞いてない。はい、ってことで、あのあれしよう、スクショタイム、これもバーンってちょやめとこ。はいはい、いきますよ。はい、チーズ、あ、違う、なんか違う、はい、チーズ、バシャバシャバシャ、やば、バシャバシャバシャ
ました。副署皆さん、OK ですか？副署できた。よかった。ありがとうございます。ああ、はい。よし。今日は。ナンバー私だけじゃないから、私は担当じゃないから次の人は言うことはないで、あの今日は何日何時12時かまで第10時かなのオンライン話し会受付してますので、皆さんよろしくお願いします。撮る？携帯でもいい、自分で取られ。はい、もうゼロは諦めましょう。もう終わっちゃうしね、時間的にも。ああ、もういい。無理だ、この子、この子ほんまにあかんねんけど、どうしよう。2個目の子はまだいけるのに、外そう。はい、はい。あ、ほんで明日はあの世代交代前夜公演、昼夜公演あるので、皆さんよろしくお願いします。ちなみにあの31日もあるのでよろしくお願いします。31日はハッピーハロウィーン、イエーイ。これ皆さん31もね、あの私に会いに来てくださったら、31日は、まあ31日ということで、ちょっと私たちなんかするんかな。お菓子持っていこうかな。いたずらされちゃうからね。皆さんも31日、あの28もだね、てか世代交代前夜公演来てください。でも31日はいたずらされちゃいますよ。ハロウィーンなんでね、公園見に来てくれないといたずらしちゃうぞってね。あと配信見てくれないといたずらしちゃうぞって。はい、1、2回からの日早起き、嘘だよ、やめろ、彼のハロウィン忙しいねえ、しゃあない、しゃあない。はい、では、はい、あやみは明日はいっぱい寝ます。はい。いっぱいね、できるだけ早くやることを済まして寝て、明日日曜日にすごい元気で可愛い状態で皆さんに会います。自分で可愛いっていうのもあれやけど。はい、ではありがとうございました皆さん、はい、1年はね絶対続けたいので行きたいけど、あー確かに千秋楽初日公演、じゃあ28はね、皆さん次の日東京行かないといけないって方もいるかもしれませんし、ちょっと遅くなったらですしね。なので、じゃあ31皆さん来てほしいです。28はそうだね、次の日早かったりする方もいるかもしれないので、まあまあしゃあない、仕方ないなって感じですね。皆さんでも明日明日よろしくお願いしますって思うので、31皆さん来てくれたら嬉しいですね。もう配信まで見ていただけたら嬉しいです。はい、1周年来たな、泣きそう。
そうなんだ。来週めっちゃ楽しいですよね。あ、歌えるの。来週。あ、握手会？来週やんな。来週の、うん、来週やったら、来三十日はライブやろうかって、うん？モバイルかな、モバイルかな。どうなんだろうか。でもありがとうございました。ちょすごい炎上しちゃった。延長、延長です。はい。ではありがとうございました。明日も7時からやるので、よろしくお願いします。握手会と通所会。ああ、あの、東京じゃない、大阪の方か。よろしくお願いします。ありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。バイバイ。7時からですよ。うん、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 うん。うん？待って。うん。7時から。明日は土曜日、あれ間に合うか、いけるいける。はい、ありがとうございました。バイバーイ。